はい、こんにちは。今日もハーバード心理学をやっていきます。2日目になりました。今日はどういうタイトルでやっていくかというと、2日目はですね、こちらですね、習慣化をしましょうということです。昨日1日目はですね、感謝をするということをテーマに、1日ですね、1分から2分くらいを使って5個感謝できることを書きましょうということだったんですけれども、結局はですね、続けないと意味がないっていう話になるんで、この習慣化するっていうことを目標にやっていったなというふうに思っています。とは言いながらも、新年明けてですね、やっぱり変化って難しいと思うんですよ。で、その変化が難しい中で、新しいやり方を取り入れてみたり、新しいこと、新しい行動をやってみたりっていうのは、想像以上の力がいるっていうのは、もう誰もしもが知っていることだと思うんですよね。ね、だから年始になって、新規一点、よし、頑張ろうっていうふうに思ったとしても、やっぱり新しいことを始めるってなった時には、あれ、こんなに大変だったっけって思う人ってたくさんいると思うんですよ。で、そんな中でどうしていくのがいいかっていうと、やっぱりこの習慣化っていうわけなんですよね。で、習慣化っていうのは一体どういうことかっていうと、確固たる価値観、つまり私はこのためにやるんだとか、ここを目指して頑張るんですっていう価値観を持ったり、それから決まった行動ね、もう1日こんだけの回数の筋トレをやるとか、1日決まった食べ物を食べるとかっていう風に決まった行動を取り続けると。で、それからそれを決まった瞬間、要は決まったいつもの時間にやるということなんですね。だから例えばですけど、家族を守るために1日腕立て30回を毎朝起きた時にやるとかっていうことをしていく、それを続けていくことが習慣化っていうわけなんですよね。だから新しいことを始めていくに関してでも、結局はここにたどり着かない限りはなかなか続けることって難しいんですよね。じゃあ実際どうやって習慣化を身につけるのかっていうと、こんな感じなんですね。自分の望む姿に変わっていきましょうと。つまり、どうなりたいのかっていう具体的な自分のそのイメージっていうのを持つことっていうのが非常に大事ですと。で、その望む姿っていうのは、実はプロスポーツ選手っていうのを多く取り入れているんですね。はい。で、例えば例を挙げると、このような NBA のコビー・ブライアント選手ですね。もう間もなく亡くなって1年が経とうとしているところではあるんですけれども、コービーの実例を挙げると、こんな感じなんですね。実は、トレーニング期間中、シーズン以外のトレーニング期間中っていうのは4ブレンっていうのを取り入れてました。具体的な時間に関してはこんな感じ。朝3時に起きて4時から6時で休憩を挟んで9時から11時で休憩挟んで13時から15時で休憩挟んで18時から20時っていう4ブレンを2時間ずつ取り入れてやっていましたよという感じなんですね。で、コービー・ブライアント自身は1996年に NBA の世界にドラフトで13位に入ったんですけど、同期のですね、1位で NBA に入団をしたアレン・アイバーソンがシーズン中、クラブに遊びに行く一方で、声をかけたんですね。おい、コービー、一緒にクラブに遊びに行こうぜって。ところが、コービーは、いや、僕はジムに行くよって言ってトレーニングに行ったっていうくらい、もう自分はバスケットボールの最高の選手になるんだっていう確固たる価値観を持って、で、この4ブレンっていうのはあくまでオフシーズンの時なんですね。オフシーズンの時に4ブレンっていうのを取り入れていたんですが、シーズン中であったとしても、その4ブレンを試合があるから全くその通りにするっていうのは難しいんですけど、それに近いような行動を取り続けるために、誰かが遊びに行っている中でも自分だけはトレーニングに行っているという、そんな選手生活っていうのを過ごしてきてます。はい。で、そんな中、じゃあ習慣化を身につけていくためにどんなことを考えるのがいいんですかっていうことなんですけど、こんな感じですね。せっかくですんで、新年この時期ですから、今は、まだまだその何て言うんでしょうね、始めるにはすごくいい時期だと思うんですよ。だからこれまで変えようとしてできなかったこととか、取り入れようとしてうまくいかなかった行動っていう、これをやってみましょうと。例えば運動習慣頑張って身につけようと思ったけど うまくつかなかったとかですね。それから勉強、資格を取るために勉強をしようというふうに決めたけど、なかなかうまくいかなかったっていうことを、ベースに考えてみていただけるといいかなと思います。ただし注意点としては、以下の点があるんで気をつけてくださいねということですね。何でもかんでもやろうとするっていうのは NG です。結局手数が多くなってしまうと、今日どれやろうかな、あれやろうかなって、人間って選択肢が多くなると結局行動を取らないっていう形になってしまいますんで、それは注意しましょうと。なので
理想の自分になるためにまずやることのハードルっていうのを下げることが大事ですよと。だから1日数分から10分程度でできることから始めてみましょう。例えばこんな感じです。瞑想とか筋トレとか読書とかそれからお散歩というような形で本当にハードルを低く用意するっていうことが大事になります。でそれから一方でこのやめるっていう習慣はダメですよということなんですね。何かっていうと禁酒、禁煙、食事制限といった何かをやめるっていう目標は結局つまり禁欲っていうのをしてしまうと人間はその禁欲による反動によってお酒を断ってたけどいつもの3杯飲んでしまったりとか禁煙もいつも1箱なのに2箱吸っちゃったりとか食事制限でもうとんでもない量のカロリーを摂取してしまったとかっていうことに結局つながってしまうのでやめるという習慣を極力避けましょうということです。でプラスさっきハードルの話をしたんですけど初めから大きな目標を掲げても結構失敗するケースは多いです。はい、何かっていうと例えば今もう書いちゃったんです、やっちゃったんですけど例えばじゃあ全くこれまで運動してこなかったような人が1日5キロ走るとかそれから腕立て伏せを1日50回やるとかってやっても絶対続かないんですよ。初日はできるかもしれない、でも2日目にあんなしんどい思いするくらいだったらもういいっていう風になるんでハードルは低くて OK です。で最初腕立て1回とか、1キロ走るとかそんなレベルで OK です。で緩やかにその負荷を上げ続けましょうと。でむしろ足りないくらいがちょうどいいんですね。まだ次できるのになーっていうくらい低いハードルをこなしていく方がもっともっとできるって思って自分の次の行動を生んでくれるということにつながっていきます。でちなみに習慣が身につくっていうのは通常60日間かかるというところなので今回のこのパートっていうのが52まで続くお話になるというふうにお聞きしていますから、だいたいこのね、あのパート、ハーバード大学の心理学の講義っていうのが終わる頃には、だいたい皆さんもこの運動をするとか、瞑想をするとか、読書をするとか、勉強するっていう習慣を始めていただいたら、まあ、何の負荷もなく、最初の冒頭お話ししたような、ここの習慣化、ここですね。ここの確固たる価値観とか決まった行動決まった瞬間っていうのは決まってますし、それからおっとこっちじゃない、失礼しました、習慣を身につけるっていうのがあれ難しいって話あったここの変化難しいっていう話ですね。この新しいやり方とか新しい行動想像以上の力がいるっていうのがもう当たり前のやり方で当たり前の行動でできて当然だよねっていう力でできるレベルになりますっていうことになってますんで、ぜひですね、52日間、まあ残り51日間というところなんですけれども、決めた行動っていうのを取り組んでみていただくのが非常にいいんではないかなというふうに思います。でちょっとなんかなぜかこれが下に出るのが なんでかよくわかんないんですけど、で最後にですね、今回の動画が役に立ったなとか面白かったなと、まあ、そう思っていただけたらぜひですねチャンネル登録ボタンとそれからグッドボタンを押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でもお会いいたしましょう。さらなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとかあるいは伸ばしていくそんなですねコーチングもやっています。興味のある方セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。